休憩にィスベルク市役所、1924年撮影。バディム・ゲンナディエビッチ・エレメエフは、ソビエト連邦の建築家。1938年、ソビエト連邦のノボシビルスク州で生まれる。1961年に、スベルドロフスクのウラル工科大学で、卒業。1963年から1988年まで、カリーニングラード建設計画を引いた。 破壊された、ケーニヒスベルク城とケーニヒスベルク城大聖堂の再建を試みたが失敗。城と聖堂の残骸は爆破された。ケーニヒスベルク市役所の再建を試みた初の建築家である、プロイセン王の体幹に使われた聖堂、1910年頃プロイセン時代の要塞、1917年撮影。1961年。 ソ連建築家連合のカリーニングラード支部会長に就任した。彼はスターリン時代が集結した後のポジョム緊張建設の傾向を批判した。エレメーフは残骸となっていたケーニヒスベルク城とケーニヒスベルク城大聖堂を救おうとして市民運動を起こそうとした。1965年10月30日、エレメーフ カリーニングラード建設計画の建築主事 S スキン、ソ連作家連合のカリーニングラード支部会長部位、エラソフは連名でリテラトゥルナヤガゼータにて公開状を出した。彼らは1964年3月になされた決議に基づき、城のロシア歴史に対する価値を説いた。LMF は、ケイニヒ潜ベル苦情を救おうとする試みに関するインタビューで下記のように答えた、あの時、 私たちは城を保存しようとして大きな努力をした。しかし、社会における政治の影響が大きすぎたがために失敗した。特に共産党はひたすら激怒した。ドイツに関するすべてに、いずれにしてもブレジネフは城の即時取り壊しを決定した。1965年に城が取り壊された後、エレメエフは1965年12月12日に、 行われたソ連建築家連合の会合において深い諦めと恐怖の念を表明した。彼は同時に地方政府の城の保存に関する建築上の無理解が明らかになったと強調した。ほっぺは下記のように述べている12月12日に行われたソ連建築家連合の会合の雰囲気により、LMAF は責任報告において 城の保存に関する地方政府による宣断により建築の問題に対する無理解が明らかになったと記した。原稿では、しかし我が市の首脳部はこの高齢において建築家と大衆を無視することは間違いであると理解した。と続いたが、紛争の結果に直面して、このコメントは原稿から消された。モスクワの経済相互援助会議ビル2010年。 撮影。労働組合議事堂は1970年代、LMAF の式で、モスクワに建てられた、経済相互援助会議ビルに似たるコルビュジエ風の建物。ロビーの床は、ムルマンスクとウラル山脈山の大理石像であった。2003年時点の市役所1981年から1986年まで、LMAF は、定ニヒソベルク市役所の外壁の補修、及び、 内部の改修を行い、市役所は博物館として再利用された。市役所の建物は1911年から1912年の間に建てられ、ベルリンの建築家、リハルトゼールが設計した。アール・ヌーボーの一例でもあった。建物と窓の形もそうだったが、特に顕著に、アール・ヌーボーを想起させるのは少し突き出ている四つの階段であり、アール・ヌーボー時代の窓だった。 市役所の装飾はすべて失われたと考えられている。1945年まで建物の正面にある柱の上には4つの像が建てられていた。また4つの震源でマスカンコフも建てられていたが、いずれも1912年にルートビヒザウアーによって建てられたと考えられる。白いの階段には1913年にバルター・ローゼンベルクによって作られた。 ヤギと遊ぶ二人のプットの彫刻があった。LMAF は、ドーミンゼルの東側にある、ミクロラ46という建物群を建てたほか、カリーニングラードの美術館の建物も建てた。ケイニヒソベルクのドームソビエト LMAF は1998年に、初めてカリーニングラードで、建築事務所を開いた。1998年時点のドームソビエトは、地方政府が7割を、 一般市民が3割を所有していたが、設計についてのコンペが行われ、LMF が受賞した。ユリアン・リボービッチ・シュバルツ・ブレームが設計した、この建物はオフィスビルになる予定だった。LMF は1998年2月23日付、カリー・ニングラーツカやプラブダシで再建計画について説明を行い、ウラジーミル・プーチンの任期には、LMF の計画が実行され、 建物が一から再建された。2000年にはカリーニングラードでショッピングモール建設ブームが起きたが、LMAF は2004年5月20日付、カリーニングラーツカやプラブダシダカキのように述べた特大のオフィス、巨大なスーパー、さらにショッピングモールをもう一つ。完成しなかったドームソビエトが使えるのに、どうして新しいビルを建てるのかね。他には、 カリーニングラツキーパッサージュというショッピングモールと、ホテルの複合施設、モスコフスキー大通りのベスターというショッピングモール、ミール大通りのショッピングモール、モスコフスキー大通りの児童パソコンセンターなども設計した。ありがとうございます。